この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは。顔は雲面、声は NHK 人生は巨大迷路インターバン6304です。今日はですね、名寄本線の続きっていうか、ちょっと途中抜けちゃうんですけど、紋別の初骨駅からですね、再開したいと思います。ちょっとね、仕事の関係でこの辺に来たんですけれども、まあ仕事ももう終わりましたんでね、現地調査の方を行っていきましょう。で、右になんかね、すごい建物ある。何あれ、あののっけからなんかね、書骨濃いですね。小学校の跡っぽくも見えるんだけど、何なんだろう。あとはね、書骨駅の跡なんですけれども、もうすぐですね。はい、それでは先に進んでいきましょう。ちょうどね、なんか道路工事やってます。これはもともと旧国道ですね。バイパスに切り替わる前の、どうです。で、初骨駅あとね、もう少し進んだらね、右なんですよね。もう少し進んだら右で、ああまあこの辺なんでしょうけど、ちょうどなんかね、工事かなってやってんだな。でもね、ちょうどうまいこと工事の切れ目から中入れます、ね、SL が展示してあります、ね。まあ、駐車スペースはね、道路作業車、工事関係の車たくさん止まってるんで、僕もなんかその辺に車止めて、適当に現地調査の方を回っていきたいなと思います。この砂利道があれか、駅前広場なんだ、初骨駅は。砂利道か。はい、そしたら現地調査の方を行っていきましょう。はい、名寄本線と初骨線の分岐駅、初骨駅の駅前にやってきました。いや、いきなりね、季節が変わってしまって申し訳ないんですけど、ここもね、撮影したんですけどね、ちょっとデータが破損したりして、撮り直しになってしまったというところです。ここにですね、蒸気機関車が保存されているんですが、9600型蒸気機関車と、まあまだちょっとですね、雪が残っているということでカバーがかけられた状態になっています。廃車年月日昭和50年まで走ってたんだ。へー、だいぶね、雪かけて、うわ、埋まる、結構ね、埋まるんだ、春は。埋まる、埋まりますね。一応線路の一部ですけど、残されています。これはオリジナルなんですかね。この初骨駅もですね、もともとは、名寄本線と初骨線の分岐駅っていうことで、二面三線の大きな駅だったんですけれども、名寄本線が廃止になる時点で一面一線の防線駅だったそうです。跡地はですね、ほとんど何も残されていないんですけれども、この元々の機関庫でしたかね、これの跡だけ、残されていまして、ここがですね、冬季館のパークゴルフ場になっていて、で、今この一面にですね、雪が積もっているこの雪原、ここが、パークゴルフ場なんですよ。まあ、春になれば一面芝生になるんですけれども、
ちょっとですね、私の見立てが甘くて、まだ一面雪で覆われています。まあ、雪で覆われてるっていうよりも、この埋まるのがね、埋まるのが何と言っても辛いですね。この埋まるのをどれぐらい手ぶれ補正で補正できるんだろう。ちょっとね、そのあたりもね、わかりません。いや、この正面にあるこの建物ももともと何だったかわかんないですけれども、これも多分ね、鉄道の遺構だったんだろうと思います。駅前には諸骨の、集落があります。いや、この時期にここに来てわざわざさ、これを取る人ってのもいないでしょうね。まあ、データが破損しなければね、僕もやらなかったと思うんですけど。いや、でもこの辺はですね、ありがたいことに芝が見えております。よかった。いや、もともとはこういう機関庫の大きな駅、そしてその広い駅構内は一面のパークゴルフ場に今はなっていると、そういうわけでございます。平らなところだけじゃなくて、この丘の上もパークゴルフ場になっております。ちょっとね、雪もかろうじて歩ける程度には少ないんで、まあ一応ちょっと小高いところまで登ってかつての駅構内全景をですね、撮影したいなと思います。ああ、こんなところにコンクリートのなんか塀みたいなやつが残ってますけど、これは何だったんでしょうかね、もともとね、ちょっとわかりません。この丘から見た、かつての諸骨駅構内はですね、こんな感じでございます。駅構内がもうまるまるパークゴルフ場として再利用されていると。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ、埋まるのがやっぱりね、結構辛いといえば辛い。あとはね、サムネイル選定をねしながら帰りたいなと思います。まあ、ちょっとこっちの方を回っていきましょうか。こんなんがいいかな。あまりにも寂しいけど、まあ、こんなもんだよな。まあ、これぞね、春の北海道って感じですね。雪が溶け始めたらもう春ですからね。埋まる。なるべく埋まんないようにしていくためにはどうすればいいんだろう。感じ切るも持っとけばよかったな。そうすれば多分ね、表面の雪はまあまあ硬くて埋まらないときはこうやってね順調に歩けるんで、もうちょっとその体重を分散させるものがあればよかったんじゃないかなと思います。この建物は何なんでしょうかね。鉄格子がありますけど窓がないですね。諸骨駅跡といえばこの建物でしょうか。跡は、まあ、見るべき点は特にないんですけど、ここはなんかね、老人ホーム的なものになっていて、諸骨線は多分ここずっと走ってたんだろうなと思いますけれども、ちょっと詳しいことはよくわかりません。それでは今日はこの辺で。